忌まわしき景色の森、そこに一切の息吹はなく、敵意、嘲笑、そして憎悪が渦巻いていた。姉妹の真由と美代はその禁断の地に誘われ、そしてさまよう。霊を封印することのできる遮影機を手に、二人は自らの運命に対峙する。ごめんお姉ちゃん、うん、大丈夫。もうこんな暗くなっちゃった。この道も違うみたい。ごめんねミオ、私が足踏み外して道から外れちゃったから。お姉ちゃんが謝ることないよ。元はといえば私が最後に森を見たいって言ってお姉ちゃん誘ったわけだし。昔はさ、よくここに来て遊んだよね。ミオ、明日東京に行っちゃうんだよね。うん。でも休みには帰ってくるから絶対。その前にここから出なきゃだけどね。私置いてくの。お姉ちゃん、お姉ちゃん。お姉ちゃん、どうしたの？何もない。この先に家が見えたの。町に降りる道を教えてもらって。お家へ帰ろう。ね。行こう。私たち道に迷っちゃったんです。こちらです。
ちさんどこ行ったんだろう。何これ、いい感じじゃん。ダメだよ勝手にいじっちゃう。お姉ちゃん後ろ。私たち帰り道分かったんでここで失礼します。大丈夫、もういないから。姉ちゃん、ここはダメ、行こう。今の見た？何ここ？分からない。でも始めるって。ともかくここでよ。お姉ちゃん、お姉ちゃん、どうしたの？俺にも来たことがあるみたい。初めて来たはずなの。いいよ、もうここから出よう。お姉ちゃん、
待ってて、今開けるもの持ってくるから。お姉ちゃん、また落ちくわ。願い、置いていかないで。いつまでも一緒にいるって約束したじゃん。待ってて、絶対助けるから。